ハロー YouTube。 はい、久保田純です。今日は、スケボーの歴史、スケートボードが盛り上がったので、スケボーの歴史編オールドスクールって感じで、ちょっと中田さんっぽく適当に喋りますけど、スケートボードの歴史をね、簡単に立ち飲み屋で喋る程度に説明します。僕も分かんなかったんで、ね、ちょっとね調べたりしたんですけど、スケボーですね。スケボーってね、なんかまあ今なんかイケメてるボーイズをイケボーとか言いますけど、スケートボードをスケボーって、まあ結構略すことが多いですね。瀬尻さんとかも結構略してたじゃないですか。あの略す文化っていうのは結構あの渋谷カルチャーなんですけども、大体あの私だとあの本名、あの今立淳という久保田淳で久保淳って呼ばれるんで、まあそういうのはね結構あのこういったねオールドスクールみたいな、このヒップホップとか音楽とかそういう渋谷のシーンがね結構カリフォルニアなどに影響されているっていうことが背景にあります。はい、まあそれはね、で1940年から50年代、カリフォだと推定されます。1940年代50年代、カリフォルニア、アメリカのカリフォルニアですね。やっぱりあのカリフォルニアのこうね南国のあの西海岸の、こうイメージがですよね。いつも天気がいいので結構いろんなスポーツができるっていうのと、ね、そして1950年から、ローラーサーフィンっていうのができました。カリフォルニアなので、海が近いじゃないですか。でサーフィンっていうのは昔からあって、サーフィンの歴史はまたこれ別で、説明したいと思います。そして、サーフィンの人が、まあ、あの陸地で練習するっていうので、木の板に、今は車輪が なんか、前後2個ですかね、なんかあの何個かついてたっていうので、それがサーフィンの原型とされています。そして1970年代からサーフィンブームがやってきます。サーフィンは一部の人だったんですけど、海に近い人だし、ただまあ世界中で、サーフィンがかっこいい面白いっていうので、まあファッションと一緒にねこうあのブームなんですよ。そしてベニスビーチ、これカリフォルニアのロサンゼルスなんですけど、僕ここ行ったことあります。ベニスビーチっていうのはねカリフォルニアにあって、結構富裕層の僕あの友達が住んでて、たまたまお金持ちのマリーナデルレイっていうところに、あのすごい高級な住宅街に住まわしてもらったことがあって、浜でローラースケートとさ、サーフィンとかね、もちろん、あとね筋トレ、ゴールドジムなんかもあって、あの今ゴールドジムってあるじゃないですか、あの東京とか、まあ、都心に、まあでまあ、地方にもありますけど、あのマッチョな人が外で炎天下で筋トレしてて、僕それ見て衝撃を受けたんです。ベニスビーチってね、あの当時サンタモニカ、ベニスビーチですね確か、ほんでベニスビーチの Z ボーイズっていうのが形成されます。ちょっとなんとかボーイズっていうとちょっと悪そうですよね。で、この少年たちで作られたこの、悪の少年たちかよくわかんないですね、サーフィンとか、その少年たちが、コンクリートで滑るっていう文化を作りました。まあもともとはなんか、まあ、別にあのどこでもいいっていうかね、あの、まあ、コンクリートなんですけど基本は、まあ、砂地でも滑れたんでしょうね当時ね。で、まあまあ、コンクリートで、サーフィン以外っていうか、コンクリートで遊ぼうみたいなので、少年たちってそうやってたむろするじゃないですか今でもね。あの東京だと代々木公園とか世田谷公園とか駒沢公園とかも結構ありますけども、そこで滑ってて、あのそれがなんかまあファッション的にはあの有名で、 Z ボーイズっていう多分ブランドもあるんでしょうね。ちょっとその辺は分かりませんけど後で調べます。でそして1980年、公園でトリック、この時になると公園で、トリックって技ですよね、決めるっていう言葉、技を決めることをトリックって言い始めたんですね。そういう言葉っていうのがこう、遊びになってってなることですね。それをトリックっていう、なんかこういいですよね、こうマジックみたいな感じで、でこの時に音楽と融合ですね。今ヒップホップ文化とか、まあ、今ロックでもあるんですけど、その時のオールドスクールってよく出てくるんですけど、これあのスポーツでもそうなんですけど、まあ、ストリート系のスポーツとかファッションとか、まあ、音楽知ってる人は分かります。オールドスクールっていう言葉をちょっとキーワードで覚えておいてください。古い学校っていうんですね、まあ、この昔からある学校のなんかまあリスペクトするみたいな、あのそういったまあ抽象的な概念みたいな言葉ですね。ちょっとウィキペディアで調べてないんですけど、まあ、ヒップホップだとオールドスクールの時代が良かったねみたいな、今でもまあそういう、レコードとか T シャツでもオールドスクールって書いてあるんですけど、まあ、その伝統校とかね、やっぱりその野球やサッカーのスポーツでもあるじゃないですか、古い学校にこう価値があるっていうかリスペクトするみたいな感じで、文化を積み重ねた文化をっていうか学校をリスペクトするみたいな概念ですよね。なんとなく僕もそんな感じで、見てます。でこの時に音楽とかファッションとかね、あとシューズ、今、スケートボードシューズも、高値で
ちょっとね、今中国人が釣り上げで取引されて、あと限定リミッテッド限定シューズが出てくるので、僕も今あのスケボーシューズは持ってます。いっぱいありますよね。ナイキもあるし、アディダスもあるのかな。靴が平らなやつですね。あの板に乗るような、あのそこまであのテニスシューズっぽい感じですよね。いっぱいありますよね、あのブランド。今ちょっと思い出せないけど、スケーターのシューズ、ごめんなさい、渋谷東京にはすごいスケートボードのファッションやシューズがすごい多いです。名古屋だと大須っていうとこが多いですけど、まあ名古屋の数倍多いですよね。あのでオールドスクールという言葉はね、ちょっと、ね、音楽やヒップホップとかね、そういうのでちょっと覚えておいてくださいね。ファッションとかね、スケートもそうですよね。歴史があるというね。そして2000年になって、まあオールドスクールファッションがまた、ブームになって、僕もこのあの古着とかね好きなんですけど、もうこれもだいぶ前に買った古着なんですけど、サーフィンブームがまた到来して、そういうね音楽とファッションとね融合したっていうのがね、今回の若い子たち、10代とか、まああの優勝した堀米さんもね、男子の22歳でもう22歳で、カリフォルニアで、ロサンゼルスか、ロサンゼルスであの豪邸を 6LDK で気づくっていう、やっぱりその遊びに対する熱が違うっていうか、遊びに金かけるみたいなとこがあって、あのドリームっていうかね、あのそのね、で富裕層の人もその遊びに乗っかるっていうか、そこが日本とは海外とでは、貧乏だとあのスポーツ勝てないみたいなことはないので、まあこれがアメリカンドリームと言われるあの面白さっていうか、アメリカの魅力の一つにはなっていると。まあいろいろね、犯罪とかあの差別とかいろいろありますけど、こういうねストリートでヒップホッパーとか音楽とかね、スポーツとかね、そういうの勝てるっていうね、どこがすごいあのスケートボードのすごい魅力っていうかね、こういうのあんまりちょっと不良でっていう縁がないっていう人は、こういうのちょっと調べてると見るといいですね。もともとサーフィンの流れねみたいな。だから僕の友達の名古屋 あのサーファーの友達もスケートめちゃめちゃうまいし、練習でねやっぱり足腰をこう乗るって、今日あのカノンさんが今ちょっといい感じで、あのハーフのねあのサーフィン頑張ってますけど、であの音楽とかねファッションとか結びついてて、あのちょっとねタトゥーとか入れて、あのちょっと怖いじゃないですか一般の人ね。もう僕は割とあの友達もあのそういう人いるので割と慣れているし、外国人の友達も普通にあのインテリも入れているっていうかね、さタトゥーごときは、あのなので、まあもちろんねドラッグとかね、そういうやっぱり犯罪とかね、そういう文化とちょっと、結びついてするいるので、まあ、そこがまあちょっと泥臭くてかっこいいっていうところもありますよね。あのまあイギリスで言うとパンクみたいなとこで、まあこれはまあアメリカ、ザ・アメリカっていう感じで、まだ発祥はなかなか分からってないということですね。まあ、サーフィンブームは、ね、まあ、湘南とかね、神奈川湘南、ね、宮崎とかね、まあ、その市場、いっぱいあのありますから、とあの日本もねあの海に面しているので、あとまあその若者があのおっさんできねえっていう、そのなんかかっこよさっていうか、あの親父はやらない、若い人しかできない、若い頃しかできないっていう、その熱さですね、強さですね。そういうのがいいんでしょうね。あのそういえばあの一つ小ネタなんですが、あのラスカルの曲を聴いてたっていう、西谷さんともみじちゃんとあのフーナちゃんがラスカルの話してて、あれアライグラマラスカルの話じゃないですかね。あのヒップホッパーのあのラスカル、ヒップホッパーですよね。僕もあんまりそこまで知らないんですけどの話なんで、これがやっぱり音楽ファッション音楽と見せるぜで、みんなあの耳に、ね、iPod つけてたじゃないですか。だから音楽とスケートボードとかこういうファッションと、音楽ファッションスポーツっていうね、僕はあのすごいあのスポーツってファッションだと思っているので、運動筋トレ健康筋トレってダセーいけてないと思ってるんで、筋トレで俺マッチョだぜみたいな、あの武田真治だぜみたいな、あの西川あの TM レボシューだぜって言ってたらそれと違います。あのもうちょっとファッションとか、まあ、ちょっと不良っぽい感じのが、強そうかっこいいみたいな、いやそして優しいみたいな、ね、パッと見とかね条件とかじゃなくて、会話コミュニケーションして優しいとかね楽しいとか、そういうのってちょっと言語化できないので、まあ、こういうのにちょっと足を踏み入れて、人生を楽しむのもいいんじゃないでしょうか。おじさんでも全然やれると思います。スケボー分、ちょっと来るとは思います。大会も結構行われると思います。街にあなたの街にスケートボードができるといいですねっていう話です。それでは10分以内にまとめやすさ、それではバイ。